音は入ってる俺の音は入ってると思うから再起動してみたらパンの端末を夜が来ました目を閉じてください人の言った言葉を端的に言った言葉を納得しないやつなんてもうその無理だからどこの精査が間違っているのが完璧無駄なんだからわかるわけねえじゃん だから、あれほど八浦なって釣り切って四村で受ければ勝つゲームなの。だからこうなるから八番から釣り入れろってのに効かないんだもんな、もう村は。もうダメだもんな。ライン作って釣りにかかってる盤面と、そういうラインをむちゃくちゃ繋げるよりは、ラインを切ってるんだよ。初日なんだよ、もうポイントは。平和村のポイントって。 そこがわかんないでもう初日が抜けてんだよ。もう二日目とか三日目の話から言って、初日は六八のライン切りだから、六四がつなげすぎてるからないんだって。平和想定の動きとしては。ね例えば。そこで六四折ってんだから。六と四って別陣営かもしんないけど、同陣営かもしんないけど、同陣営ってか、ロ々の同陣営はない。うん。ないんですよ。 4番のプレイヤーはあれはほんと無理だよな。それが分か,分かってれば簡単な話なんだけど。解き方があるのよ、人狼ゲームって。解き方が分かんない人は解けないから発言精査っていうわけ分かんない道,道に入って、タルタンに発言聞いて自分が正しいと思ってる方だけするっていう。ゲームじゃないんです、それって。初日なんですよ、さっきのは。 初日にちゃんとやるっつってんだよ。はい、ごめんなさい、ちょっとあの、あ、聞こえる、切れてました。えー、あ後で説明できれば説明するけど。 やりまますすすのででよろししくお願い霊能者です、えー、ちょっと今切れてて、えー、遅れましたで進行としては、えー、ちょっと僕もみんなの意見を聞いて、えー、まあ決めていこうかなっていう形でまあ乱視でさせてもらうっていう形で、えー、やりたいと思っておりますはいちょっとさんまさん話したかどうかも知らないですけどちょっと不穏な手だしで申し訳ないです以上です5番 のプレイヤーは一番最初、よまさんなんですけど、レノだったら一番最初に言わない方がいいような気がします。なぜならば、えー、強人人狼、あなたを外して。疲れだよな。 はい。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 例のです。例の。まあ、4番さん、例のじゃないんで、つってください。4番さんが。4番さんの色、いますね。5番さんに関しては、まあ、なんか4番を例のと思い込んでるような発言のところから、 4番が狼の時はまあ4号ってなかなか見えにくいかなと思ったんですけどね。4番さんが超人か狼かはわからんすけど、トップの位置で狼で出た時ってなんか、なんかもし俺が銀がやった時に超人狼で出て後ろから本物の電脳が出たら、 ダブチャリ時やが、まあ、現状は強人と思ってますけどね、四番。七番。のプレイヤーは。発言してください,、はい。おはようございます。まあ、現状四番と六番が霊能使用ということで把握しました。まあ4、四番六番の内訳が、まあ、新旧なのか新郎なのか、強了なのか。っていうのは分かってないんだけれども。まあ、なんか五番さんの考察はちょっと不自然でしたね。 なんかというのも4番さんが霊能使用したことに対して4番さんが心霊能だったら強人とかが他に白を打ってまオを囲う確率が高くなってしまいますよっていう発言をしているんだけれども5番の視点の中で4番が狼であるっていう視点が抜けてるのが結構違和感なのねえっと4番が新であろうがまあ人外であろうが強人でなかった場合って えっとなんつうのかな4番の狼オである可能性と強人目線あるわけでしょだからそこに白を打つくことできるから5番の中で4番狼っていう視点が欠けていたのが結構引っかか,かってます8番のプレイヤーは発言してくださいはい5番のなんかバックミュージックを消してもらわないと内容が分かんないですけどに一応通訳してもらったけどそんな感じだったんですかはい ないいいいなななななのは分かんんんでで番釣らなきゃいけなくなるんで、はい、音消してください。はい。はい。まあ7番がなんとなくは分かったけど、まあできれば決めをしたいですけど、4番だったらなんか釣り逃れてきたのかもしれないし、陣外だったら。もう死んだからしょうがなく出,出たのかも。6だったら4だったら勝てると思って出てきたとか、そんな感じになるんでしょうけど、まあ話2周目聞いて、あれですね。あのね、ニセレノがまかりとってんですよ。1、2番目でグレーから行きたい。 あなんですけど、2、2番目でグレーからいきたいって。対抗の色見る気なかったらもう本当にもうやめた方がいいよ、このゲームを。対抗の色見なかったら仕事してねえだろうよ、まず。他のどこの色なんて関係ないでしょ、霊能は。対抗の色を見なさい。9番のプレイヤーは発言してください。三城です。はい。8番さん厳しい人だなって思いましたね。8番さん厳しいけど、 狼っぽくないっすよねなんかそんなはっきり言って7が5に対して4の狼精査してないところが怪しいって言うけど、うんまあ、別に5番さんも別にそんな狼っぽくなかったしなって感じかな、うんまあ、4番にせだと思ってますけどみんなの意見聞いてって言ってる、まあ、教授に見えましたけどね僕は <laughs> 8番さんはすごい うん、釣りたくないな、い僕は、うん、あ村から釣りたい歌釣ってもいいし、うんまあ、その場合はしっかりと狩リ出て詰めてって感じかな、うんまあ、黒結果落ちたら最強だしって感じいや4からか8以外1番のプレイヤーは発言して,て,言してください <coughs> 9番が偽っぽいなと思いました8番が勢いがあるからなんか強弁だから裏っぽいってことなんかそこで弾くのがおかしいなと思ってるんで9番偽っぽいなって思いましたね8番が言ってることって別になんかそんな裏要素ありましたっけ あれが8番が言ってることは村要素だと思ってるんだったら、もう9番はもうあのやめた方がいいよって多分8番から言う <laughs> <laughs> 失礼しました。言わねえよ。霊能でさ、さっきもそうだけど、グレーからいく霊能ってありえねえだろ、まず。太鼓の色を気にしろよ、まずよ。自分は村知してて、で、9番は自分にしろっていう行動が。 例えば信教だったときの9番狼で、まあ、1かんもしくは手前にえっと潜伏、潜伏が占いがいるって踏んであれ,れば皇族にしろって言うけど、俺から占いた時に行ったときに、9番は46を新能で見なきゃいけなくて、新霊能からも9番の偽がばれちゃうってことになるんですよ、その場合分か,って分かり。だから、1番が9番に偽って見えるんであれば、全然1番、9番とかでやってるのかなっていうふうにも見えたから、1番の発言が白くないなって思って。 まあ、5番さんはじゃあバックミュージック消してあげたら8番の精度差が分からなくなっちゃうか、うん、ぐらいかなまああとは2周目聞いてまあ46どちらかから多分手をかける進行にはなると思います、はい、3番さん占いですか3番のプレイヤーは発言してください ったんじゃこいつらったんじゃないあらしらからもう名前はメモっとこう。常習犯だったらもう。こいつがあらしらったんだね。間違いなく。ちゃんと怪しいやつは蹴った方がいいと思うよ。許す許さないの前に怪しいやつは蹴った方がいいと思うけどね。 変なかったやつが悪い。つけるわな。人の話聞いていけるわな。知らん人で。ああ、ああ、発言なしで、あ接続切れするやつだわ。こいつだわ。こいつ、大津、大津だわ。ああ。嵐のリストにあったわ。4番。 のプレイヤーは発言してください,いいよ。ということで、ごめん、ちょっと聞いてない。えっと、占い、冬くんが1しろ。えー、っと、ってか、全人がロスじゃん。ないの。1が占いで出てきて、えー、っと、4、6で、冬くんとどっち断定がしう。常習犯だった、3番手 はい、ちょっと聞こえてんのかわかんないけど。ないじゃねえのかこれ。まあ正直僕はえっ、ー、とこうなる場面でも以前に、まあ釣り逃れって言われて、何の釣り逃れかかっないけど、は発言話せなかったからってことから。あー、分かんしいね。全人会ロスなんで。あ <laughs> あー危いね。ってことは。めちすよもう極みが出てて。めちすよチケットなのかな？二番に託すしかないのこあ、違うか。 しわ、えー、ごめん、ちょっと接続切れちゃって、その正確なあれが出てないけど、価値観なんじゃないですかえー、占いの結果で、そうだよね。絵の釣り切ってる間に占いの結果で見れるのか違うか。占い1個詰めて、分かんないけど、価値観な気がします。5番。 のプレイヤーは発言,は発言してください確定じゃないですね。4番しかないんで。うん、あの最後に1人残られたら負けです。なので確定じゃないです。<laughs> えっと、占い師で4番白だったんですけど、なので初順出なかったです。えー、っと、連動車って聞いたんで、一順待ったんですけど、えー、っと、ただ4番が人狼だと思わないのかっていう質問に対しては思わなかったです。 が例の二露出っていう盤面を想定してなかっただけです。そんなゴミクズはいらないっていうんだったら釣っていただいていいんですけれども、新占いで四番白です。まああのどうせ私今日釣られるポジションじゃないんで、で三番がやっぱりガラスだったんですね。な七番言ってることあってましたね。すいませんね。六番のプレイヤーは発言してください。 まあ、5番の思考の中で4番が狼と思わんかったっていう理由が意味わからんかったけどね。5番が4白持ってたんやったらそもそも狼じゃないから、そんな理由いらんから、まあ5番は偽かなと思ってますね。まあ,あ4番に関しては狂人と思うけど、新郎郎、新郎、新郎で狂人が出てきいたい。 日本語のタッチには見えんかったけど、五番は偽と思いますね。今の。今の発言で。五番が死んじったら、普通に四四持ってたから、狼はないよって言えばいいだけだから。四が狼、と思わんかったら理由を述べる必要がないと思ってるから。まあ、五番は偽で、あとは七と九の計算。四の色見味す。七番。 のプレイヤーは発言してください。そ、まあえっと、これ、あれですよね。全陣が露出っすよね。9番が2白打ってて、5番も潜伏で4白だっていう人でしょで。俺1番白持ってるんです。だから32番面ですよね。全露だからまあ、進行としてまあ、5番9番手に釣ってって。まあ俺まで引き切ってもらってで終わらなかった場合ね。5番9番がえっと兵糧っていうのがわかるわけでね。 で占いいの中に狂人と狼が混じっているよとで最終盤面で4番と6番っていう択になって俺は新郎共新郎だと思ってるんで、えっと、4番か6番どっちかに色をつけるそういう仕事が俺には残ってるんで俺は釣られたくないで客観的に見た時に5番っていうのは4番白主張だよねその,その時点で5番の主張で6番狼って言えないところがまず5番のミス要ですねで まあ打ち分けなんだけれどもなんか桂版の白の打ち方が強人っぽいですね。で5番の方が狼かな。でその新郎新郎を作ろうとした場合ってあの多分相方に白を打って心霊化とするんじゃないかなって思うから、まあ、多分6番が心霊のなのかなっていう4五ローローっていう視点なのかなとは思ってるかな。 あ,であとはまあオオカミにお願いしたいのはまあ3番かんでほしいかな <laughs> あーこれは平和協定としてねお願いしたいですね村目線飲める進行として、えっと、579から手をかけて最終日46サー。で5番っていうのも仕事を終えているだから5番を釣ってほしいかなはい以上です8番のプレイヤーは発言してくださいしょうがないんで3かんでほしいですよねはい これね、嵐リストにいたわ。発言スキップしてこんな感じの常習犯だわ。嵐だわ。うん。まあ、3番噛まないともう今日決め打ちになるんで、もうエンドの1、2番に任せますわ。うん。まあ、3番を噛んで一応ゲームをしてもらいたいっすよね。4と6どっちが。まあ、新論がないから4と6どっちが進化にせかっていうゲームを楽しみたいですけども。はい。 まあ、任せますというか、まあ、真摯にんを噛んでほしいなと思いながら、はい。まあ、はい。じゃないと、まあ、結構、決め打ちになっちゃいますね。はい。まあ、んを噛んでくれると信じて、まあ、あンパイのところから行くしかないんじゃないですか。まあ、1、2番に任せます。はい。以上です。9番のプレイヤーは、発言してください。まあ、そうなんですよね。 結局、村の人がね、最終間違われたら困るんで、うん。4、6は6の方が僕も真だと思ってて、5番の発言に対してしっかり突っ込んでたところ、えっと、5番が初順に4の考察入れたのを、えっと、6がしっかり指摘してきたから、やっぱ6、真やと思ってますね、僕は。普通に。だから村が5番の失言、 拾ってくれるかかどうかっすよね、うん、潜伏してて、あなた4色出ててっていうところですよね。の発言じゃなかったですよね、はい。だから内訳的にはなんか57ローロー、45ローローもありそうだなっていう感じもありますよね、普通一1番のプレイヤーは発言してください。 僕は9番さん行きますけどああ早く終わりたいなって思いますはい純郎の方は別に好きなようにやってください村があ,のあれしてるんで、はい、は村,村がね3番っていう村があれしてるんで二、はい、番 のプレイヤーは発言してください。四六進路でしょ？四六が進境だった時に進路労構成になります。ありえないでしょ？わかる。四と六がもう進境で出てる中、えっと、五、七、九で三子を作る必要がないから、四六は進路確定なんですよ。だから、四番が狼か、六番が狼か、どっちかなの。 えっとね5番でね、初手で引っかかったのね、その4番のローを追,追わないじゃなくって、狼から白もらえないよって言ったけど、強人は分かるよ、強人はご主人囲いたいから、霊能に白打ちたくない、打ち損だよねっての分かるけど、狼は別に4番に白とか打てるから、何言ってんだろうと思って聞いてて、5番が4番白持ってる話じゃないなと思ってるから、4、6のランでいいんじゃないので、4番でいいんじゃないこれ、決め打ちだから、どの道。どの道決め打ちだよ。占いから手をかけても、霊能から手をかけても、3番という村がいないんだから、この決め打ちです。 多分2分の1でいいんじゃない ?46 のンで。違いますか,かあるとしたら76か45。多分9番強陣しかないんですよ。その場合。だって、進路進路をやろうとしてる感じには聞こえなく、6番は4番のオオカミも。アイソンちゃうの <laughs> 知らこれ、ルーマス誰だっけ ?6 番だっけ ?6 番決めればいいじゃん。3番は村確定してるわけでしょ嵐がいたら嵐陣やな。でもなんか、オオカミいたら自爆地神とか言ってなかった 継続だから決め打ちだよ決め打ち46のラン、はい、46のラン46のラン大丈夫村人全員4か64か6に投票これでいいでしょねもう決め打ちでミスったらもう終わりだから3番いないから、はい、それだけの話です3番のプレイヤーは発言してください 投票を始めてください <laughs> ありえんオラじゃないべ四番のプレイヤーが選ばれました 4番のプレイヤーは発言してください。えー、マッケイです、えー。ごめんね、2、え、番、ー、もね、たぶんやりたくなかったと。で、えっと、まあ、わかると思うけど、えっと、1、7、5で、僕が発言が1周目で伸びない中で、えー、1周目の一番最初で、2周目でヨドンって出た段階で、僕の相方としてあるのは、えー、おそらく1の方がか、えー、思考が伸びないから、5、7が出てきたらね。 1> だ1が相方っていう考察に落ちるのかなって思ったんだけど、その発言も出て、配信に新占いでした。そう、だから5かなと思って、で、7がちゃんと手の内を明かしてくれた通り、えー、最終盤面で2つ例ので、決め1番面で6番につな、えー、げていくっていう作戦なのかなっていう風な感じだったんだけど、1番目で1周目で伸びないから、わあわー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 。そんな感じです。 僕も、えぇ、67、ローローかなーって思ってます。はい。まあまあ、しょうがないね。ごめんね。5番さんごめんね。ちょっと、久しぶりで何ーっていいか分かんなかった。はい。相方が僕の場合いないから。<laughs> っていうのが分かってくれれば、多分、6番にたどり着いたと思うけど。うーんとね。458、458。458。8番優秀だな。 そうかごめんな8番優秀でしただってさっきのゲーム話だけ聞いてそれを聞くやつって大したことねえからそれで勝率が高いって生きてから発言精査してないとかうまいやつは様子を拾ったり断念村拾ったりするから だから俺の発言ってのは、あの、もう端的に述べてるよ。短めに述べてるのに、それでもなかなか話せってやつ奴らにもう無理だから。こんな奴らに何言っても。なかなか話さなきゃいけない。それが考察だってわけのわかんねえ。わけのわかんねえ人狼ゲームしてるから。人に説得する技術は俺は磨いてないから。自分で学ばないといけないって,言って。 俺は精査別に合ってることは立て続けに続いてるし俺が村の時に俺残せばほとんどか高い確率で数に決まってるでしょ朝が来ました昨夜死んだのは1番2番のプレイヤーは発言してください 最低やな <laughs> 最初しょうがなくないかオオカメしねいやしょうがないよしょうがないまあ67だったってことでしょまあ1番が言ってるね9番からいくまあ俺がでも4番に入れてるから俺があれになってるから人外表になってる8黒はいはいはいえじゃあ5いって終わりではい以上3番のプレイヤーは発言してください 5番のプレイヤーは発言してください。6番のプレイヤーは発言してください。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、はい、発言まあ、えっ、ー、と67ローロ旧強人です。まあ5番に票を合わせるんですが、5番ね、5番にも村の5番に入れてほしいんですが、一つ言いたいのは、まあ5番がチャットとか使わずに、えー、なんだろう真でしたとか言わずにね、やっていたら3番紙で平和協定でってやろうとしてます。 ね、実際やろうとしてるじゃないですか。でも、シン占いでした、さようならとか、ね。言ってる時点で、あなたのシンが透けちゃうんですよ。だから3番なんてかめません。はい。5番ずりで。8番、のプレイヤーは発言してください。いや発言せざせずとも、4と6は、6が偽で4がシンなことは分かってるんで、5番がシンでしょう。はい。きの村でね、 様相をちゃんと言ってもね、俺をするどうしようもね、村とかいるから。うん。あの、生き,生きてる奴らばっかりだから、あの、発言セサができてると思って。できてないんですよ。うん。真の意味で。ちゃんと、ちゃんと聞きすぎてるのもダメなんですよ。はい。はい。もう、まあ、5番が真でしょうと思ったけど、まあ、いいんじゃないですか。別に、はい。うん。まあ、セサっていう、なんかね、発言してれば正しいと思ってる。 グレーセサなんか人類でもできるんだから。うん。あの、チャットなんて必要はありませんでしたよ。僕はちゃんときっちり6投票してるんで。まあ、これが力の差です。発言してたら大したことはない。意味がないと思えてる人って超一流です。はい、以上です。はい。9番のプレイヤーは発言してください。投票を始めてください <laughs> ありえん。オラじゃないべ。 チャットがダメだったね5番のプレイヤーが選ばれました5番のプレイヤーは発言してください えだって見せつけたでしょえ ?5 番と4番のシーンを誰が追うのだから発言なんていらないんですよ。はい。さっきの俺が、俺があの平和村の時に、俺の村を簡単に拾えばいいんですよ。様子をちゃんと拾ってればいいのに。番号の言い間違いくらいで偽要素だっていう。え僕見本見せましたよ ?5 番って明確に偽っぽい発言してますけど。4と6の真議は見せつけましたよ。はい。ね ちゃんと話を聞くんですよ、ね。説得するコンテストじゃないんですよ。ちゃんと真偽を見極めるコンテストなんですよ。誰を信じるかっていうコンテストなんですよ。誰の言葉を信じるかなんですよ。終始。トータルで考えて信じなきゃいけなかったのは平和村では、あれほど言いましたよ、最大のポイント。<番>釣り寄っているという最大のポイント、僕言いましたよ。それも聞かないんだから。9番。 のプレイヤーは発言して平和、まあ、村はね、一番さん噛んでくれて、さすがご主人様だと思いました。ー和村はね、ありがとうございましたあ2番黒です。二番平和村ってね、てだいって3番接続切れだからさ、3番亀めいいじゃん。なんかギャーギャー言ってるけど、セーバ協定がうんだらとか。いらんじゃん。3番なんで噛まないのめっちゃ意地悪だなと思ってるけどね、67も。三番。 のプレイヤーは発言してくださいあ俺も話になるだろうかもしれないからまあいいんじゃないあのね言葉で説得する技能だけ磨いてる人とそんなものはもう捨ててでも大切なのは人外要素を拾ってちゃんと人外を当てる確率を高めようとした人間で時間が無駄だけどまあしゃー 7番のプレイヤーは発言してください確率を高める訓練をし続けた人の明確な差異があるから、まあ、力の差ですねはい本当のここ一番の勝負どこで 2>, 2番のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了 人道